松阪市図書館は、三重県松阪市にある公立図書館。松阪市松坂図書館と松阪市嬉野図書館の2館で構成され、どちらも図書館流通センターが指定管理者として運営している。松阪市図書館の蔵書であれば、松阪、嬉野のどちらでも返却可能。松阪市は2005年1月1日に市町村合併によって発足し、 1912年4月15日に、飯南軍図書館として開館した、松阪市立図書館と1999年7月8日に、開館した嬉野町図書館を引き継いで、松阪市図書館とした。この時、貸出冊数を10冊に統一、三重県全体に貸出対象者を拡大するという変更を行ったが、図書館システムの統一は2007年4月1日まで。 行われなかった。2009年4月に指定管理者に管理が移行し、図書館流通センターが管理を行うことになった。2012年1月より、インターネットによる予約サービスを開始、2014年8月より、ナクソスミュージックライブラリーを導入した。図書館流通センターの指定管理は、更新が続き、2016年の更新により、 少なくとも2021年3月31日まで継続することが決定している。2017年4月1日から2018年3月31日まで、松坂図書館は改修工事のため休館し、同年4月1日にリニューアルオープンした。これに伴い、自動貸し出し機、本の消毒機、読書手帳、電子図書館を導入した。 2019年3月31日には、三雲公民館図書室を閉出し、同年4月3日に、松阪市立天白小学校の学校図書館と一体化した、松阪市コミュニティ図書館として再開した。松阪市コミュニティ図書館は開館後に名称を公募し、2019年8月7日に、三雲みんなの図書館コミュカルとすることが決定した。松阪市松坂図書館は、 三重県松阪市河合町772番地十にある公立図書館。建物は鉄骨造り3階建てで、床面積は約2900平方メートル、敷地面積は1509.03平方メートルである。図書館祭りと称する行事を開催しており、これまでにお話し会や古本詞、ビブリオバトルなどを行ってきた。 松坂市ゆかりの人物についての資料を揃えており、その情報を松坂再発見のページを設けウェブサイトで公開している。2018年4月1日のリニューアルにより IC タグを導入し自動貸し出し機予約図書受取室を設置したほか、図書消毒機や都図書館利用カードで利用状況がわかる学習室座席管理システムも導入した。また、 Wi-Fi の設置を行い、タブレット端末5台で商用データベースやインターネットを利用できるインターネットコーナーも開設した。館内利用スペースの構成は以下の通り、松坂城内時代、編集1910年11月15日、時の皇太子が松坂公園に行刑したことを記念して、同年12月3日の町村会において、 記念事業の実施を検討したが慎重に進めるべきとして一旦散回し、次の回までに拡張村で意見をまとめることとした。その結果1911年1月11日に図書館の設置が建議され、1月19日に建設委員60人が任命された。ちょうど同じ頃、イ南ナン同総会も図書館建設計画を持っていたため、両者の計画を統合し、 図書館を松阪公園内の空地に設置することを決定した。1911年7月25日、建設資金の寄付が相次いでいることから図書館を2階建てに変更し、建設予定地も松阪町所有の竹林に変更することにした。そして、松阪公園の北西の竹林を整地し、着工。1912年3月12日に本館、倉庫が竣工。 その他の建物も4月13日までにすべて完成した。そして4月15日午前10時30分に、開館式を挙行、本館、倉庫、新聞雑誌従覧書などの建物からなる、伊南郡図書館として開館した。建設費4702円89銭はほぼ、住民からの寄付で賄われ、王子の松坂の繁栄が伺える。また開館時の蔵書5083冊のうち、 寄贈本が3625冊、図書館への帰宅本が865冊を占め、整地作業に約200人が無償で放出するなど住民に支えられての開館となった。この図書館には少年時代の小津安二郎が通い、小津少年の日記には図書館で昼寝をしたことが記されている。1922年3月31日、伊南郡図書館は松坂町へ移管し、 松坂記念館となった。松坂記念館は1階を図書部として図書館業務を行い、2階は貸し会議室として利用された。1932年11月15日に松坂町立図書館へ解消。続いて1933年2月1日に松坂市立図書館へ解消した。1945年4月1日に一時休館。 1946年4月1日に再開した。戦後の1953年10月31日、増改築が行われた。この頃の利用者数は2万5000人前後、貸出者冊数は5万冊前後で推移している。1961年9月6日、市町村合併で編入した地域の住民の利便性向上のため、 松坂市内の公民館にサービスステーションを設置して、図書館と同様に利用できるようにした。最終的には18カ所を設置することを目標と、しながら初年度は予算の都合で、与え原小下台大石、東黒部の4カ所にステーションを置き、各ステーションに100冊を備え、その増書を年4回ステーション間で入れ替えるという仕組みをとっていた。 ステーションでの貸し出しは一人一冊一週間であり、松坂市立図書館で借りるのと同条件であった。1971年策定の三重県松阪地区広域市町村県計画では、当時の蔵書は約3万2千冊で充実が必要であることや、建物の老朽化が指摘された。また、松坂市立図書館を核として、飯高町、飯南町、三雲村、明和町、 滝町、清和村を巡回し図書を貸し出すことが打ち出された。こうして、松坂地区奈良県市町村広域図書館が1972年4月1日に発足し、松坂市が事業を受託した。社会教育センター時代、編集松坂市立歴史民族資料館に転用された休館1976年8月より2億2000万円をかけて、 松坂市社会教育センターの建設が開始され、翌1977年6月1日に、その1階に松坂市立図書館は移転した。この図書館には、児童閲覧室、一般閲覧室、開花室、郷土資料室、展示コーナーを設置していた。旧館は松坂市立歴史民族資料館に転用された。 移転した1977年の利用者数は7万7千四4人を記録したが、以降は年3から4万人で推移した。1987年4月1日、同じ社会教育センター内にあった郷土資料室を図書館の分室とした。河合町への移転、編集1986年7月28日より、総工費3億3870万円をかけて、 新図書館の建設を開始、1987年3月25日に完成した。そして6月21日に現在地へ移転し、蔵書66,700冊で再出発した。この時コンピュータを導入している。1991年2月1日に、ふるさとコーナーを設置、1994年5月1日より、貸し出し冊数を 従来の3冊から5冊に増加させた。1997年5月14日、増築工事に着手、1998年1月20日に完了した。同年2月24日より、増築部分に増床移動するため休館に入り、3月2日に、春工式を、挙行3月3日より再開館した。2004年12月31日、 市町村合併により、新しい松阪市が発足するのを前2972年から継続してきた広域図書館を廃止した。2005年1月1日に松阪市は嬉野町、三雲町、飯南町、飯高町と新設合併し、新松阪市となり、松阪市松阪図書館に改称した。同時に貸し出し冊数を10冊に増やし、 三重県全体に貸し出し対象者を拡大する変更を行った。この時、嬉野図書館も松阪市の管理運営となるが、システム統合が行われたのは2007年4月1日のことである。2009年4月に指定管理者制度を導入し、図書館流通センターの管理に移行した。2013年11月に入館者カウンターを設置した。図書館改革から改修へ。 編集2013年4月、松阪市長の山中光重は、佐賀県の竹吉図書館、歴史資料館を、代替案として、山中は、PFI の導入を含めた改革案を提示、松阪市の民間委託等検討委員会は建設費12億5000万円という、コンサルタントの調査結果を2014年8月に了承した。しかし PFI 導入案は、 優位性が認められないとして、松阪市議会で二度にわたって否決され、2014年12月に山中は辞意を表明した。その後、山中は市議会が歩み寄るなら、撤回もあり得る、議会のリコール運動を見届けてから、などと辞任を先送りし、2015年9月に辞職した。同年10月4日に行われた市長選で、元三重県議会議員の竹上正人が、 三中に後継となざしされた候補を約1500票の僅差で破り、新市長に就任した。結局、従来同り指定管理者の公募が行われ、松坂図書館は改修を行う方向で議論が進められた。2017年4月1日より、松坂図書館は改修工事のため長期休館に入った。図書館学習室の代替として、 松坂公民館と松坂市立松江小学校に学習室が設置されていたが、図書館そのものの代替施設は設置されず、休館中は嬉しの図書館を利用する、漁師当局は求めていた。松坂市議会議員の渦井久志港によれば、代替施設の設置は当初予定されていたものの突然、計画が中断したといい、代替サービスを求める養成所が3人の市議から、 市長の竹上正虎に提出された。2017年3月まで利用されていた建物2017年7月から本格的な工事が開始され、当初の工期は2018年2月までとなっていた。総工費は約6億5000万円。工事中松坂公民館に保管されていた26万冊の蔵書は段ボール320箱に入れられて回収後に運び込まれる予定だった。 2018年4月1日、オープニングセレモニーが行われ、リニューアルをオープンした。松阪市嬉野図書館は、三重県松阪市嬉野町1429番地、1の松阪市嬉野生涯学習センターにある、公立図書館。建物は、鉄筋コンクリート構造を2階建てで、1階に、嬉野図書館、2階に、嬉野公民館がある。設計。 管理は、東田建築事務所名古屋事務所、施向は第二本土木三重営業所が担当し、総工費は14億8916万六万0円であった。延べ床面積は2795.3平方メートル、敷地面積は9258.0平方メートルである。図書館を使った、調べる学習チャレンジ教室やクリスマス会などの行事を主催し、 市民団体によるお話会が盛んに開催されている。嬉野生涯学習センターの構成は以下の通り、ユニバーサルデザインの街づくりを推進する市民団体同嬉野は利便性に優れ明るく落ち着いた雰囲気と評している。1989年8月、当時の嬉野町は町の広報誌で町の活性化に関するアンケートを実施し、 図書館を併設した中央公民館の整備を求める声が多く寄せられた。そこで、嬉野町では1996年7月に、生涯学習センター建設検討推進委員会を設置、翌1997年2月に、センターの設計プロポーザルを実施し、東田建築事務所名古屋事務所を選定、1998年3月から着工した。 同年6月、未開館ながら、日本図書館協会と三重県図書館協会に加盟した。1999年3月30日に、春行式を挙行、7月8日に開館記念式典を行い、嬉野町図書館として開館した。2001年4月には、貸出冊数を5冊から10冊に増加させ、2002年5月からは、被災市一市長、 松阪市の住民にも貸し出しを開始した。2005年1月1日に、嬉野町は、松阪市、三雲町、飯南町、飯高町と新設合併し、新、松阪市となり、松阪市嬉野図書館に改称した。同時に、三重県全体に貸し出し対象者を拡大した。この時、松阪図書館も松阪市の管理運営となるが、 システム統合が行われたのは2007年4月1日のことである。2009年4月に指定管理者制度を導入し、図書館流通センターの管理に移行した。2016年9月6日から9月9日に、毎年恒例の緑のカーテンコンテストが開催されたが、期間中嬉しの図書館は特別整理期間で休館となり、コンテストで投票する人が少なく、 会場は閑散としてしまった。コンテスト事務局である松阪市エネルギー推進課が嬉野図書館の休館を把握せずに会期を定めたのが原因で、有観見栄は縦割り行政を嘆く市民の声を報じた。松阪市図書館条例では規定されていないが、三雲地域にコミュニティ図書館、飯南地域と飯高地域に図書コーナーが設置されている。三雲みんなの図書館コミュカルは、 松坂市、曽原町七町774の松坂市立天白、小学校内に設置されている。松坂市三雲地域の郷土資料や、児童書の収集に力を入れており、地元の童話作家、村上氏この作品はほぼすべて網羅している。アイッセルは j p 1 0千7 2 5 0開館当時は、名称が定まっておらず、松坂市コミュニティ図書館としていた。 1996年に三雲町公民館図書室として開け出した。公民館そのものは1976年の建築で老朽化が進行し移転が計画され、2019年3月31日に三雲公民館図書室を閉出し、同年4月3日に松坂市コミュニティ図書館として再開した。新館は天白小学校の学校図書館の隣室。 多目的ホールを改修して、約280平方メートルの図書館とし一般書、児童書、学校図書の3つの区画に分かれている。この時点の開館日は日、水、日、土曜日であった。三雲公民館図書室のあった三雲公民館は、松阪市三雲地域振興局2階へ移転した。2019年7月より、住民の要望を受けて、 金曜日も開館するようになり、8月7日には、正式な館形の公募により、三雲みんなの図書館コミューカルと定めた。秘書一人が配置され、学校図書館と一体的に運営されている。松坂市図書館のシステムとは連動しておらず、貸出冊数は5冊まで2週間借りることができる。開館時間は9時から17時で、火曜日から土曜日に開館する。 移転開館時点の蔵書数は約2万2100冊。2014年度の利用登録者数は2180人。貸出者冊数は1万4238冊である。アクセスは JR 紀勢本線六県駅から徒歩20分、または三重交通路線バス、三雲地域振興局バス停から徒歩10分である。松阪市図書館規則第26条に、 図書館のない E 難、飯高地域に、各月で200冊の廃本を行う旨が、規定されている。注釈出典松阪市松阪図書館に関するカテゴリー、松阪市嬉野図書館に関するカテゴリー。ありがとうございます。